これ何だと思います？塩振るやつ。塩ってプロであればあるほど手で掴んで手の感覚で振るんですけど、果たしてそれって合ってるのかなって料理人20年目にして思って、僕最近これに変えたんですよ。日本って湿度もあるし、人間って動いてれば手に熱もあるんで、手についた塩がそのまま全て落ちるとは限らないとか、いろんなことがあって、でもカンカンで塩を振ってるとプロのくせにとか、そういった風潮あるじゃないですか。僕はプロに言いたい、こっちの方が安定している。実際僕も19年間カンカンを否定していました。こんなのプロの人じゃないと、ごめんね。20年間経ってようやくたどり着きました。塩はカンカンで振る時代、うちの店はみんなこれで慣れさせてます。一つまみ二つまみで手の大きさによって違うよ。これは同じ大きさなんで、今の私は塩の缶で塩を振ります。